ライザのアトリエ、常闇の女王と秘密の隠れ家。何作っちゃおうかな。どこにしよう。さあ何を入れよう。何を入れるのがいいかな。いいものできそうな予感。何を入れるのがいいかな。うわいい感じかも。さあ何を入れよう。どれがいいかな。レシピだし。アンペルさん、本に載ってたもの作ったよ。おお、早速作ったか。感心感心。それで作ったのはいいんだけど、これって何？これは外で冒険をするときに役立つ道具だ。魔物に襲われて怪我をしたときに治す薬。あ、ひょっとして私たちを助けてくれた時の謎の爆発も？そう、あれも錬金術で作った爆弾の一つだ。そうなんだ。じゃあ私もじゃんじゃん爆弾投げて大活躍できる？それもできなくはないが。そう、これは？コアクリスタルという。お前の作った薬や爆弾は。は？それはと…ところがだな。まずこのコアクリスタルの中に、そしてクリスタルを武器などに組み込んで武器を一振りすればクリスタルの力が解放される。解放されるとどう？クリスタルに入れた道具を失うことなく同じ効果が得られるようになる。え？そんな魔法みたいなことができてしまうんだ。それがこの古式秘具。古式器具？昔のすごい錬金術の道具程度に考えておけばいい。そんなすごい道具を。何？これは古式器具の中でも比較的多く見つかる。じゃあ遠慮なく。
何作っちゃおうかな。どこにしよう。何を入れるのがいいかな。さあ何を入れよう。さあ何を入れよう。さあ何を入れよう。どれにしようかな。これでいいかな。さあどうだ。じゃーん。こんな感じかな。なんか上達してきた気がする。お、なんだこの分厚い本。アンベルさんに教わった文字が表紙に書かれてる本を。へえ、何が書いてあるの。そうそうって、これ古い文献に使われてる言語の辞書なんだって。わかんねえ言葉の辞書を引いて意味。以前から本に共通する文字列のメモは取ってたんだ。そういえばちょくちょく何か書いてたっけ。実るかどうかこれから決まるんだよ。おお、意気込み十分だな。意気込みはいいけど、なんで自分の家でやんないのよ。レントまでいるし。そりゃうちでやってたら親がうるさいからだよ。そのためのたまり場だしな。名前は変わってもやることは変わんねえよ。はあ、錬金術師って言っても、ま、好きにしてれば。私は調合で忙しいから。なあ、調合もいいけど、また対岸に出かけねえか。リラさんに教わったことを実践で試したくてさ。俺たちみんなが魔物との戦いになれりゃ、ライザもスムーズに採取ができるだろ。それは、まあそうかも。魔物との戦いって、あんなことがあったばかりだよ。早速対岸に行こうぜ。待ってろ魔物は。しょうがない、また対岸に行っちゃうか。さて、早速魔物を蹴散らしてみようか。どうせなら今度は街道の方に足を伸ばしてみたいぜ。街道か、私もどんな感じになってるのか見て。ここまで来といて言うのもなんだけど、
本当に行くの？そうさ、戦いになれるための特訓だ。危険そうだったら帰ればいいじゃない。まずは行ってみようよ。どこまで続いてるんだろうな、この道。やっぱり見たことない魔物もいるじゃねえか。腕試しだ。あいつらに挑んでみようぜ。え、本当に？ああ、特訓だから1回や2回じゃダメだ。何度も戦って勘をつかまないとな。それまで俺に付き合ってくれよ。さあ行くぜ。島にはあまり鉱石ってないよね。全くないわけじゃないけどさ。やっ、気をつけて。せい、おりゃ今だ。そこ痛えな、痛えな、痛えな。そこ、ライザ、ライザ、頼んだ。今だ。一気に畳みかけるよ。これならどう？そこ。おや、ほらよ。一気に畳みかけるよ。連射。それそれそこ。もう終わりかよ。行くぜ。せい、おりゃ、今だ、今だ、行くよ。おりゃ、おりゃ、そこ、そこ、ライザ、頼んだ。ライザ、隙を作って。おりゃ、そこ、行くよ。そこ、そこ、もう終わりかよ。やあ、大事に使わせてもらおう。決めるよ。連射。
そこ！おや！そこ！おや！行くよ！今だ！一気に畳みかけるよ！使って！今だ！はい！もう終わりかよ！また一つ！まだまだ強く！ちょっと、もっと頑張る。そろそろどうだろう。なんか戦いに慣れてきた気はするが。怖くはなくなってきたかな。僕もなんとか。よし、実戦はこれくらいでいいだろう。やっと帰れる。それにしても何やってんだろう僕たち。ほんと俺らって悪ガキだよな。私もバレたらめちゃくちゃ怒られるだろうな。やっ！さあ行くぜ。おや！行くよ。今だ。あとは頼むぜ。俺が切り込む。そこ！レント！任せ！そこ！タオ！しっかりね！ライザ！頼んだ！行くよ！今だ！一気に畳みかけるよ！自分でなんとか！ライザ！頼んだ！隙を作って！そこ！行くよ！そこ！もう終わりかよ。やあ、こんな植物でいいのかな。気をつけて。おや、行くよ。そこ。ライザ。今だ。おや。ライザ。一気に畳みかけるよ。それそれ。今だ。今だ。行くよ。レント、頼んだよ。そこ。もう終わりかよ。また一つ強くなれたぜ。まだまだ強くなるよ。おっとだ、もっと頑張らないとね。やっ、さあ行くぜ。せい、そこ今だ。うめえな。おや、行くよ。今だ。ライト、そこ。うめえな。うめえな。せい、ライト、隙を作って。みんな一緒に来っ、それそれ。今だ。そこ。ぶっ飛べ。一気に畳みかけるよ。みんな一緒に決めるよ。行くよ。今だ。せえな。おや。そこ。みんな一緒に決めるよ。たくさん降ってきて。おや。今だ。さあどんどん進もう。植物はたくさんあって困ることはないよね。
気をつけて。せい。行くよ。今だ。そこ。せえな。行くよ。せい。今だ。ライダー。そこ。やっ。ライダー、気をつけて。今だ。そこ。そこ。もう終わりかよ。草なら俺でも集められそうだな。やあ！え、一気にやっちゃおう！せっ！おりゃ！行くよ！そこ！今だ！痛えな。今だ なたくさん降ってきた。ライダー気をつけて。そこするね。みんな一緒に決めるよ。今こそ。ほらよ。そこ。もう終わりかよ。よっ、一気にやっちゃおう。おりゃ。行くよ。今だ。そこ。行くよ。そこ。ライダー、頼んだ。みんな一緒に決めるよ。行くよ。ほらよ。せい。おりゃ。そこ。そこ。ガオ、しっかりね。もう終わりかよ。はい、これ僕、薬草の知識なら少しはあるんだ。知ってるよね。やあ、さあ、行くぜ。せっ。行くよ。今だ。今だ。痛えな。せっ。おりゃ。そこ。そこ。ライダー、頼んだ。痛えな。ライダー、隙を作って。一気に畳みかけるよ。たくさん降ってきて。そこ。さあ、どんどん進もう。また一つまだまだ強くなるよ。あーちょっと。踏み込みはあんなものだったよな。何ブツブツ言ってるの。お、ああ帰った後にまで熱心だな。ああ、リラさんはせ、アンペルさんとずっと一緒に旅をしてるって聞いたよ。興味ないな。割り切ってるな。レントも早くリラさんくらい頼もしい戦士。お前を手伝うために腕を。
ライザ、お前またどこほっつき歩いてたの。うわ、めっちゃ怒ってる。いい加減にしないと。や、ちょっと待って、それは困る。絶対ダメじゃないわよ。いつの間にか屋根裏は改造してるわ。屋根裏に鍵かけられたくなかったら。もう、わかったよ。知らないよ、鎌倉。いっそ錬金術でパパ。もう